ロジャースの大谷翔平が現地時間8月19日、日本時間20日、本拠地でのマリナーズ戦に1番 DH で先発出場。3打数1安打1死球の成績だった。チームは3対0で勝利した。相手先発は2年目右腕のブライアン・ウーで、今季は試合前まで14試合で5勝1敗、防御率2.06の成績。 大谷は過去2度対戦して3打数2安打だった。初回の第一打席は左前打で出塁し、牽制で挟まれるもうまくフェイントを入れ、相手の強殺プレイを回避。回り込む形で一塁ベースにヘッドスライディングで戻った。米メディア、mlb.com は X でこのシーンの映像を添えて、ずる賢い、ショー、と投稿。大谷の、巧妙、なプレイに賛辞を送っていた。 大谷は3回の第2打席は中飛、6回の第3打席は2頃に倒れた。3対0で迎えた7回西二 2, 2の第4打席は死球を選んで出塁した。この日で打率点290、39本塁打、88打点、37盗塁。史上6人目の40本塁打、40盗塁、まであと1本塁打、3盗塁となっている。 8月中の達成で史上最速での到達が見えてきており、史上初の45から45、さらにその先の棒0から50への期待も高まる。ナリーグ西地区首位に立つドジャースは、右手中指を負傷し、亀裂骨折が判明したフレディ・フリーマンが復帰して先発出場。さらに、 5月に右脇腹の張りで離脱していたマックスマンシーも復帰して7回に10号ツーランを放った。頼れる仲間も戻り、大谷もさらに勢いに乗っていきたい。